さあ時刻は7時を回りました FM 小沢木の皆様いかがお過ごしでしょうか毎週月曜日ここからの時間は生放送でもちろんお届けしてまいりますわらびんちゃ応援ラジオ PTA パート楽しくアイエナのお時間でございます、えー、時刻は7時を回りました本日は 二千十六年五月二十三日でございます。え、この番組司会進行は私、中野町小学校 p. T. A. 五年生になっちゃいましたね。宮島真一と。はい、F. M. 講座のめぐみです。よろしくお願いします。めぐみちゃん、元気。はい、元気ですよ。リスナーの皆さんも、もう、まあ、梅雨シーズンですけれども、週末、昨日、例えば、いろんなね、ところに行ったりとか。はい、あ、なんかやってたかと思いますけど、めぐちゃんは昨日どうしたの。の <laughs> 昨日ですか。はい。 えっと福岡に行ってました <laughs> 福岡何しに行ってたの <laughs> ええー、私がこよなく愛するバンポーブチキンという、うん、おえー、バンドのですね<い>ライブを見にですねバンポーブチキンの福岡ツアー、はい、これ会場どこだったの ヤフオクドームですヤフオクドームいわゆる福岡ドームでございますかそうですねどうでしたか最高でしたか最高でしたいいねさっき帰ってきましたからねもうまだ余韻があるでしょうじゃあまだちょっと FM 講座にいる自分があんまりそうんか落ち着いてないですけど夢見心地で僕はといえば昨日はやばいな昨日俺何やってた えー、電球を買いに行って戻ってきたら違う電球だったっていうこと <laughs> <laughs> 返品をしに行って戻ってきたら電球が原因じゃなかったっていうこと。<laughs> <laughs> すご <laughs> いコントみたいな日曜日を昨日は過ごしてしまいましたけれどもまあまあ通常通りねシアタードーナツも昨日頑張りましたよはいさあ週の初め月曜日皆さんね梅雨シーズンなのでちょっとねえお天気のせいもあって元気のない人もいるかもしれないですけどもこの番組を聞いてぜひ元気を出してほしいなと思っておりますよこの番組はですね沖縄市内にあります小学校中学校たくさんありますけれども毎週週代わりに FM コ座のここのスタジオに来ていただ いいただいて学校の話皆さんそれぞれの話ね生徒。 お父さんお母さんそして学校の先生なんかもですねスタジオに招いて週替わりで小学校中学校のですね子たちが来てお話をするという番組でございます、はい、今週はですね美東中学校が出番となっております,、はいすね、リスナーの皆さんも美東中学校を卒業したよとか今まさに美東中学校に通っている通わせているお父さんお母さん親戚の皆さん地域の皆さん何かと美東中学校につながりのある方はぜひ 応援メッセージを送っていただきたいと思います今日は美東中学校の生徒会の皆さんが前半後半は美東中学校の先生や PTA の皆さんが出ていろんなお話を委託していきますので皆さんからの応援メッセージをお待ちしております、はい、FM 講座 E メールアドレスは 761-FM 講座 .jp ですリスナーの皆さんが持っている携帯電話パソコンスマホなどからダイレクトに メール送ってくださいねもう一度言いましょう。FM コ座の E メールアドレスは 761-FMKOZA.jp761 fmcoza.jp までどしどしお寄せくださいねそして番組はラジオ76.1メガヘルツのアンテナだけではなくてですね電波だけではなくてツイキャスそしてユーストリームでも生配信しておりますので、はい、世界中インターネットがつながっているところではどこでも見ることができますぜひ外国で聞いている方ももしいましたらメッセージを送っていただきたいと思いますよよろしくお願いします さあ、張り切ってまいりましょうか。わらべんちゃん応援ラジオ P. T. A. パーっと楽しくは言えんな。この番組は沖縄市 P. T. A. 連合会の提供で1時間生放送でお送りします。うそうなの?。くるくるし、こっちは別に問題なく。問題なく4、よ、四名の方が見てますけど。 早速誰かが書き込みを始めましたよ <laughs>、うん、そうだねみんななるだけ僕みたいにマイク近づけてこれもちょっと寄せられるうんあげといていいよでこうやって持って、うん、で あれはじゃあ2人でシェアして使ってね、うん、なるだけ近づけてね近づきたくないという人は大きい声にしてください5年 <laughs> 前 <laughs> 時時刻は7時5分を回っておりますお届けしているこの番組は、わらびんちゃ応援ラジオ、PTA、パート楽しく IA なの時間でございます。えー、今週、えー、本日のゲストは、美東中学校の皆さんでございます。皆さん、こんばんはだね。こんばんは。 うう今日もよろしく、今日はよろしくお願いします。では、ですね、一人ずつ。まあ、簡単に、どこどこ？中学校、何年、何組、何番、名前みたいな感じで自己紹介をお願いします。じゃあ、僕の隣からどうぞ。えー、美東中学校三年四組、九番の伊佐伊月です。伊佐伊くんよろしくお願いします。そして。 美東中学校3年2組4番の東女優とです。4番東女優斗君よろししくお願いしますそして美東中学校2年6組12番中原幸四郎です。中原幸四郎君よろしくお願いします。そして 3>, 3年2組46番中間原です。花さんよろしくお願いします。そして最後美東中学校3年1組。 三十四番ザマミリンです。リンさんもよろしくお願いします。さあ皆さんは美藤中学校の何の仲間ですか。生徒会の。あマイクで喋ってね。生徒会の仲間です。生徒会の仲間今話したのは会長ですね。はい。はいマイク近づけてあの自分のところ引っ張って引っ張ってそれごとそうそうそういうこと,そういうこと会長は東村の優と君。はい。 会長これあの生徒会ってまあ、はい、全部でこのメンバーだけじゃないほかにも30名近くは <laughs> 30名もいるの生徒会って去年は3年生が少なくて、はいうん、もうん、僕たち2年生が多かったなるほどそのままみんな上がり,、はい、上がりしてそのままあ,あ生徒会って1年間だけじゃないんだあはいもう、うん 一回副委員長とかになるとそのまま持ち上がりでそのまま行くのねへえそうなんだで今回は会長になったと今回は立候補したのほう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 すごいなこれ多選次選いろいろあると思いますけれどもこれは自ら一応僕も自分もやりたいと思ったし他の推薦人にもお願いするんですよ推薦人の演説もしてでまたその自分の演説もしてみんなに。 投票しててもらうって感じですごいなこれ立候補会長の立候補したのは何名なの ?3 名3名でで会長になったと、はい、投票ですごいなその推薦してくれたお友達はどんな感じでゆうと君のことを紹介してたの、あのー、やっぱ日頃からなんか真面目に何でもやってくれる人で、うん、ん頼めるからお,お願いしますへえすごいな 自分で言うと恥ずかしいね。ちょっと恥ずかしい。<laughs> でもそのやってみたい、まあ自らねやってみたいという思いもあったと思うんですけど、それはあのなぜやってみたいと思ったの？会長。周りを自分自身のま周りを見れる。うんうん。周りを見ることがあんまあできなくて。なるほど。なんか自分広い視野で見れるようなことができないかなって考えた時きに、まあ会長っていう周りを見渡せる。<laughs> 真面目 すごいね。<laughs> そんなゆうとん他にみんなどう思ってるのか聞いてみましょう。いさ、いつきさん。はい。いつきくんはどう思ってる？会長のこと。いやー、すごいと思いますね。ね。すごいよね。ありがとうございます。俺さ、さっきびっくりしたの。な、何か書いてたよね。作文かなんか。ゆ<ー>、ゆうと、あれ、何を書いてたの?あ。あさって生徒総会があって。<お>その。前に会長挨拶があるんですよ。はいはいはい。その挨拶を、うん。ちょっと考えてました。すごいな。途中まで書いてたと思うけど。 ちょっと覚えてる範囲で言ってもらっていいですかどうぞみな<う>、うん、さんこんにちは、うん、今日は年に一度の生徒総会です、うん、生徒総会はこれからの学校生活を有意義に進めるための大事な集まりですみな、うん、さんの協力とあ協力があってこの生徒総会が成り立つので、うん、と真剣に話を聞いてくださいみたいな感じの内容だったと思いますすごいな それを大体決まってるの何分ぐらいスピーチするっていや12分大体,大体 1, 分自分が帰ったら12、うん、分ぐらいなんです,すごいななんかね僕の知り合いでねあの保育園の父母会をやっている宮城さんっていう方がいるんですけどすごく真面目な方なんですよ、うん、その彼にねあなたすごくそっくりそのまんま多分あなた大きくなって結婚して子供ができたらきっとあの保育園だとか小学校中学校父母会とかね 多分ままた立候補してると思います <laughs> <laughs> でもいいね周りの状況を自分がなかなか見れないからこういうのをきっかけにして周りを見る、まあ、訓練じゃないけどそれをしてみたいと思ったんだねすごいですねじゃあそれぞれ皆さん学校でどんなことをしてるか伺ったいと思いますけども、まあ、まさに今話してくれた会長の東野、はい、学校君。 なんかよりよくみんなが生活できるようにちょっと行事とか楽しくできるように頑張ってほうすらしいですねなんかすごいな伊佐樹さん、はい、伊佐月さんは学校で頑張ってることは何でしょう生徒会活動と勉強と、うんうん、あと、まあ、僕のクラス結構あのいたずら好きが多いんで、うん、ん身の回りの警戒です、ね。<laughs> ですか身ののの回り警戒あななたいじられキャラ別にそうではないんですけどその人がいろんな人にやってくるんで自分もいつられるかわからないんでそのためにもある意味モテモテなんですね五木さんはねそうとは違う違います中原幸志郎く学校で頑張ってること何でしょうあの、全部なんですけど一応何にでも積極的に参加できるように してますああこれすごいですね特にま最近ちょっと積極的にやってみようと思ってやったこと何ですか、えっと、東海市交流っていう<お>あの学校の代表2人が、うん、2> あの東姉妹都市の東海市、うん、愛知県の東海市っていうところと交流をするっていうのに参加しましたおおそれはあそこまで行ってきたの、えっと、今かからららああそこにに行っっててきてほほ6月ぐいち また交流みたいなす,すごいですね東海市のな,な,なんて学校か覚えてる横須賀中学校当たってる先生当たってる横須賀中学校分かんない わかんない <laughs> まあでも交流する学校があってこれ毎年やってる感じなのかな毎年おおすごいね友達これたくさん増えるといいですねはいお最高ですね続きまして仲間花さんはいはいはい、花さんは学校でどんなこと頑張ってるえっと勉強も頑張ってるしえらいねあと生徒会活動っていうかあの、うん、かかり活動が毎時間忙しくて頑張ってます <laughs> あ結構忙しいんだ係り活動って具体的に言うと 自分学習委員会の副委員長で、うんうん、クラスで宿題点検とかあって<お>毎時間毎時間あるので大変です宿題点検か宿題って多いですか美藤中学校みんなのクラスは各教科であるから少ない日もあるし多い日もあるしああそうちなみに今夜もお家帰ったら宿題やるのどんな宿題教えて宿題って響きがちょっと懐かしいなうん<ど>う <laughs> 今日は英語の熟語の練習と社会の意味調べやろうかなって思ってますなるほどこれちゃんとこれや,っとや,やりなさいよってちゃんと宿題が与えられるわけね、うん、なるほどその英語の熟語で覚えたての熟語を一つ教えてください<笑><笑> <laughs> さあ点検するんでしょなんかみんなのやつを。<laughs>

りんさん、学校で頑張っていることなんでしょう。えっと、もう三年生で受験生なので、勉強と、うんうん、あと生徒会活動ですうんうん、うん。そっか、今目の前にある活動、生徒会の活動で、具体的にこういうのがあるっていうのはありますか。えっと、生徒総会が、あさってあって、そ,っそれで、なんか。発表するんですけど、うんうん、なんか質問とかに。各クラスの質問に答えたり。 するのを、うん、なんか。質問の回答とかを。準備してる。準備してます。じゃ、もうすでに質問は来てるわけね。あ、はい、もう全部集まってます。うんうん、え今覚えてる中で、どんな質問があるんですか、他の生徒から。えー、なんだ会長覚えてる。<ー>うん、えっと、まあ、この各委員会、新しい取り組み、どういう新しい取り組みをしてるんですかって、うん。各委員会の委員長が、うんうん、まあ、こういう、まあ、こんな取り組みをしてますよとか、うんうん、また。 募金っていうのはどういうために募金するんですかって言ってなるほどそういう説明とか,これなんかこの例えば最近あった熊本の震災の募金をやろうと考えているので皆さん協力よろしくお願いしますみたいなじ。質問があるのをこうやって丁寧に 返事していくわけね、はい、なるほどすげえな東女優くんは本当に僕の知り合いの宮城さんにそっくりだな <laughs> 話し方身振り手振り全て似ているんだよないやいいですねなんか真面目の何か共通の何かがあるんですかねひょっとしたら親戚かもしれないですねわ <laughs> からないですけどさあここで1曲挟んでブレイクタイムしたいと思いますえっ、ー、と1曲目はですね かこれいい曲をチョイスしましたね。中原康志郎君かのリクエスト曲これ行こうかな。これじゃあせっかくなんで康志郎くん曲紹介。何々で何々？隙間ス,スイッチで全力少年。oh yeah。 いお届けしたのは本日のゲスト尾藤中学校の中原幸四郎君からのリクエストソング「なんだっけスキマスイッチの全力少年」ススキマスイッチの全力少年お届けしましたさあメッセージが届いてますので紹介しましょうツイキャスでメッセージいただきました拓哉京阪18世さんから「なちゃまお疲れちゃまピョーン」と <laughs> 知ってる方ですかい<や>知らないですよね拓哉、ね、さんはどこで聞いてるんでしょうか ありがとうございますそして、えー、ラジオネーム前美東中学校の文化教養部だったヤギさんからメッセージ届いてます美東中学校の皆さんこんばんはこんばんはユーストリームで見てますよラジオ出演楽しんでください文部領土の美東中学校いっぱい宣伝してくださいね頑張れ頑張れとヤギさんからメッセージどうもありがとう嬉しいですねなんか以前まで、えっと、PTN されてた方らしいですよ さあ、そしてもう一方、ジョバス父母会長よりいただきました。美冬中の皆さん、ラジオ出演頑張ってください。美冬中の素晴らしさをアピールお願いします。パソコンを前にして、ユーストリームで見てますよということでございます。<laughs> ジョバス父母会長さんから、こういうこうなんでしょう。メールが届いておりますけれども、美冬中の素晴らしさを会長にじゃあ言っていただきましょう。あ、美冬中は、うん、男女の仲もよく、うん、まあ。 やっぱ文労働がやっぱスポーツの面でも勉強の面でもやっぱ優れてて他の学校に自慢できるようなところがいっぱいある行事も楽しい学校ですすごいなもう気持ちが前のめりで <laughs> <laughs> もっと言いたいことがあるぐらいの感じでアピールしていただきましたありがとうさあここでですね、えー、今日は。 この後、また大人の時間も大人の時間,、うん、大人の時間もあるので <laughs>、えー、ちょっと皆さんはですね。もうちょっと、あとちょっとだけおしゃべりしたいんですけども、えっとね。じゃあ、みんなの将来の夢、目標を聞きたいんですよ。ザ・マミリンさん、レインさんの将来の夢は何ですか？えっと、私の将来の夢は医者になることです、うん。医者になること、すげーな。なんで医者になりたいと思ったんですか？ えっと、なんか人の命を救うっていうことは、うんえっと、かっこいいから、うん、なんか小さい頃から憧れていて、うん、へえその憧れたそのきっかけっていろいろあると思うんだよね、えー、例えばあ病院行った時にこんなことがあったとか誰かお父さんお母さんの影響があったとか何でしょうとかもあったんですけど、うん、あ最近だったらなんかドラマとか。うんうん フラジャイルととかかか見ててななんすすごいかっこいいいいいっこ思まですね医者になるためにはどうしたらいいんでしょうか、えっと勉強することと相手の気持ちを考えることです、うん、そうだよねこれはもうどの職業も一緒ですけれども相手のため人のためを思ってからこその仕事だよね。 ぜひ頑張ってください。リンさんの将来の夢はお医者さんでした。そして、仲間花さん、仲間花さんの将来の夢は何でしょう。ょと、児童養護施設で働くことです。児童養護施設、具体的にどんなのがあるんだろう。ね、うん、児童養護施設ってあるんだね。うん、なんか,なんか児童館とか、なんかああいう感じ。なんかお母さん、親がいない子。ああ、なるほど、なるほど。そういうところで、これはまたきっかけがあったんじゃない。ひょっとして。 えー、職場体験とに行ったとか職場体験は全然違うところだったけどきっかけは、うん、なんか島マスさんがモデルのミュージカルに出てて、はい、なんかその時になんかかっこいいなと思ってちょっと憧れてます、はあ、僕もそれ見たことありますよ島マスさんのミュージカル <laughs> なんか定期的にやってるもんね、うん、何年か前の僕は見に来ましたけれどもあれに参加したんだすごいな島ママスさんってすごい伝説の人だもんね おお感動したんだ。感動しました、えー。最近覚えた英語の熟語なんだっけ？<laughs> <よ>うん、待ってよ。うん待ってよ。ぜひうんアズ熟語かこれ？アズアズアズ。アズ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 何回言うね。<laughs> 島澤さんのモデルミュージカルに出演してからまあそういう児童養護施設で働きたいと思ったんですね。<laughs> ぜひ勉強も頑張ってくださいね。 はい、はい、ありがとうございます続きまして中原広志郎広志郎さんは将来の夢なんだ正直正直決まってませんまあそうだよねいやそういう人は多いよ多いよみんながみんなね今まさにあるっていうのはまたねいない人ももちろんいますけれどもただやってみたいこと行ってみたい場所とかなんか憧れる何か何かそういうのがあったら教えてください 言ってたらね叶う叶うからそのかう確率がぐっと上がるからそんなにないそんなにない言えばいいのに言ったら言っていいんだよ何でも例えばちょっと海外で何かお店とかやってみたいとは最近思ってます海外っつってもさ広いよどこがいいちょっとヨーロッパの方いいじゃんちょっと暖かいんでうんうんうん ヨーロッパ寒いよ多分 <laughs> 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 白夜とかありますけどねアップ海岸に行きたいあそっかあーヨーロッパでも僕もねデンマークとノルウェー行ったことあるけどねすごいいいとこでしたよあ<ー>ぜひ言葉も勉強して、はい、頑張ってくださいもう言えばねきっと向こうからやってきますからはい続きまして最後は会長最後にしよう <laughs> 最後ですかえー、伊佐樹さんはい いつきの将来の夢もこれはなに？まあまだ確定ではないんですけど、金融業にはつきたいなと思ってます。ほおう、金融側だね。<laughs> ねどちらかというとね、<融>えなんでまたこれ金融系？自分はまあ、うん、ちあ小学校の頃からそろばん習っていて、うん、まあそれを生かしてまあ数字とかそういうのに関わっていけたらいいなと思ってて。なるほど。まあでも数字がすべてじゃないぞ人生。はい。<laughs> <laughs> なんつって <laughs> 俺全然できないからそ <laughs> ロバンとか <laughs> ああそうなんだねまあでもこれもきっと誰か人のためになる仕事のうちの一つだからね是非、えー、頑張ってください、えー、それをやるにはどうしたらいいんでしょうかこれから勉強しかないんじゃないですかね分、ね、からですまあ勉強もまあその一つだよね是非 <laughs> 頑張ってくださいありがとうさあそして東女優裕斗君生徒会長はい将来の夢なんでしょうと僕は警察官になりたいです、うん 警察官になりたい。なれるよあなた。な <laughs> もう正義感しかないもん。あ、ありがとうございます。<laughs> <laughs> 正義感しかってことはないですけどもえ、なんで警察官になりたいと思ったんでしょう。やっぱ犯罪を犯してしまった人とやっぱ関わることでやっぱ自分の悪いところとかもやっぱ見直すことができて、うん、ま自分のこの,なん,ていうのなんていうんですか、ねうん、この自分を新たに立たすこともできるし、うんうん、また他の人の、うん の構成とかにも関わって自分なりの,うん、うん、の目的っていうのを達成感とか見つけられる仕事が警察官なのかなけーすごいねあの事前にねアンケートを取るんですけれどもゆうとくんしっかり書いてんだよね「警察官になりたい」人の失敗を自分の成功につなげたいから <laughs> 自分の目的を決めて日々の仕事の中で達成感を味わうことができる。 最近あったとくんの失敗は何ですか最近ちょっと挨拶さっき話してたじゃないですかあれを前日まで書いてなくて焦ってやばいと思ってすぐ書いて当日誰にも見せないでもうすぐパッて。 言っちゃって当たってる大丈夫かなみたいな。真面目 <laughs> <laughs> 素晴らしいですねさあ本日のゲストは美東中学校の生徒会の皆さんにいろいろユンタクしていただきましたけれども、えー、最後にもう一丁ゆうとくん、はい、ラジオを聴いているリスナーの皆さんに美東中学校のまあいいところねもう一度 PR していただきましょうどうぞと美東中学校は文部領土で、うんやっぱ 明るくてみんな接しやすい、うん、男女ともに接しやすい、うん、とてもいい学校です、うん、でまたっ重大発表なんですけど <laughs> 重大発表があるの,、うん、あの今回あの美東中学校の生徒会と、うん、PTA の方で、はい、合同で<う>あのギネス記録に挑戦しようっていう ギネス記録、これは具体的にどんなことをチャレンジするかっていうのは。まだまだ、一応、まあうん、何個か案は出てるんですけど、うん、まだ決定ではなくて、一応、うん、ギネスはもうやろうっていう話になってるんですよ、ね。ほーこれもまた、みんなで考えて決めると思うんだけど。はい、今なんとなく案ある。はい、なんとなく。ゆうと君が思ってる案は何でしょう。うん、やっぱ、みんな、やっぱ。人数が多い学校なんで、うん、人数を生かして。うん,うん。まあ。 だるまさんが転んだの世界記録をやりたいだとかまあいろんないろんな <laughs> 面白いねいろんなまあまだこれは決定じゃないんですけどまだいろんな案が出るのでそっか誰もやったことないことすればとりあえずギネスにねあのあこれあるんですよ実はあるのあそれ何名名なの っていう記録があ755名、えー、今尾藤中学校の生徒数は9 0何名かでいるまた先生方とかピンディングの方も、ね、みんな近所の方も集めたらねまた更新できるんじゃないかとこれど,どこでやの <laughs> 運動所でやの まあそこもまままた考えないといとけ決定ではないけどあでもねそういうのにチャレンジするっていうのはとっても素晴らしいですねぜひリスナーの皆さんもね尾藤、えー、中学校の近くにいてもしそれがやるってことになったらぜひ協力していただければなと思いました、えー、番組の前半戦は尾東中学校の生徒会の皆さんに出ていただきました。 えー、ありがとうございました。した楽しかった？いたはい、とても楽しかった。おえ、よかった。花ちゃんもうやっと終わったみたいな顔してますけれども、最後にあなたに一つだけお仕事を与えたいと思います。<laughs> 曲紹介をお願いします、えー。あなたのリクエスト曲採用でございます。では誰誰で何何。星の限で三。三のお届けしましょう。C.M. の後はまだまだ続きます。 <laughs> さあ時刻は7時36分を回っております FM 講座のスタジオから今日も生放送でお届けしておりますこの番組はわらびんちゃ応援ラジオ PTA パーっと楽しく IA なの時間でございますえ今日のゲストは尾藤中学校の皆さんでございますけれども股間ここの時間は大人の時間にしたいなと思っておりますそれぞれ皆さん自己紹介をお願いいたしますはいこんばんは尾藤中学校 京都の吉田義秀と言います、えー。今年4月に入表島から、えー、赴任してきました。人数の多さにびっくりしてます。おお、そうなんですね。<laughs> 京都先生よろしくお願いします。はい、お願いします。そして、はい、えっ、ー、と p t 副会長の高江弥夫です。えっ、ー、と今期2年目ですね。はい。 よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、もっといいです。もっと喋って。大丈夫です。ありがとうございます。えっと、共生は何年目ですかこれ？えっと、2年目。さあ、続きまして必ず聞いてる。はい、ええ、こんばんは。こん尾戸中学校のですね、教務をしてます、日賀高乃と言います。p t a 副会長も兼ねてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして。 はい、えー、こんばんは、えー、PTA 副会長の、えー、佐々木君成と言いますよろしくお願いいたしますよろしくお願いします佐々木さん初めてラジオねはいそうです、えー、今日は楽しんでいってくださいねはいありがとうございますたくさん質問しますのでよろしくお願いしますはいそしてもう何度目かわからないですそうですねはい <laughs> はい、こんばんは。はい、ええー、美都中学校 p. T. A. 会長の上原幸造です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、まず、教頭先生にいろいろ伺いたいんですけれども。教頭先生、さっきの、えー、生徒の皆さんの。オンエア、聞いてて、いかがだったですか。ああ、やっぱり、あれですね。うん、生徒は。 自分に自信があるような感じがして良かったですね。うん、ね良かったですよね。うんえー、しかし会長は真面目でしたね。はい私も負けないぐらい真面目だと思うんですけどね。も <laughs>、うん、負けてるかもしれない。<laughs> <laughs> <laughs> いいですね。さあそして高井さんにも聞きたいですけどどうですか高井さん最近調子の方は。 ういつも通り。いつも通り。もう PTA は長いですもんね。長いですね。八年ですね。八年。ああ。もういいですよね。そろそろ。そんなことないですよ。もうね関わってる限りね皆さん PTA ですからね。そはい。えそしてヒガさん。ヒガさん調子どうですか最近。あ調子ですか。あマッチリです。ヒガさんは会うために僕思うんですけどね。あのそう。はい。 ねえそっくりだね、どんどんそっくりになってきてるしょっちゅうやります巨人好きですか中立が好きです <laughs> 広島じゃないんだ <laughs> 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 さあそして佐々木さん、初めてなんですけれども、ラジオはね、はい、PTA の活動に参加してからも、どのくらいですか 2>, 2年目ですね、2年目なんですね、はい、それで、えーとまあ今日ラジオ初めてということなんですけれども、うん、なんかさっきちょこっとちらっと聞いたところによると、何か PTA で視察に行ったっていうお話がありましたけど、えー、これからの予定なんですけども、こ,れなななどこに行くの渡嘉敷島の,、はい、あの国立沖縄青少年交流の家。 あの昔は皆さんよく遠いに行ったことがあるんじゃないかなと思うんですけれどもそこにあの7月の2日、3日ですね PTA でえ20名前後になるかと思うんですけれども一泊でえ研修しに行ってですねあのその施設があの部活動の合宿とかであの使えないかなという。なるほどはい そういうい研修,研修の予定があるということですね、はいはい、こういうのってあの僕はまだ子どもたちが小学生なんでそういう視察とかまでいう大きなイベントはないですけれども中学の PTA になるとそういういのもあったりすするんですね視察というかあの、うん、研修会は毎年あるんですよ、うんうん、総務部というところが担当して,もらってなるほど。 で今回はたまたまあの佐々木さんが、うん、あの会社のまあ関係であつながりがりそれで多分初めてじゃないかな離島に行くっていうことで、ね、すごい、はい、これはもうあれだ佐々木さん あってのご縁でってことですよね。そう,そ,うそ,うそうなんですよ。そうですね。はい。うんうん、いいですね。こういうの、P. T. A. の活動って、そのお父さん、お母さんたちの。ま仕事とのつながりもあって、こういろんなこう,うん、うん、幅が広がるじゃないですか。いろいろ企画とかね。うんうん、はい。そういうのって P. T. A. に入ってみて、ある種得したところでもありますよね。うん、そうですね。はい。こういうつながりは一人ではまず無理ですので。はい。 上原会長にあのー、こう誘われて、まあ PTA の副会長になったんですけれども、うんうん、まあなって良かったなと思います。うんうん、あいいですね。小学校の時はどうでした？小学校の時は。 夜夜間の夜間街頭指導っていう夜回りが月いっぺんあるんですけどもそれに参加したことはあるんですが PTA 活動まではしてなかったですねこれじゃあ結構企画ものにがっつり入るっていうのは初めて初めてですね楽しみですねじゃあねそうですねへえいいな渡嘉敷上原さん一緒に行きます 交換条件があ講座の裏側の話になってしまいましたねえちょっと後であのミーティングしたいと思います <laughs> <laughs> ありがとうございますえここで一曲挟みたいと思いますけれどもリクエスト曲一つお届けしようかはいはいはい分かりましたあせっかくですね今日初登場の佐々木さん来てますのでえリクエスト来てますので紹介したいと思いますけれども これは、あれですか車が好きってことですか、オートバイが好きってことですかいや、そういうわけではな,くてではないんですけど、<ー>はい、せっかくなんで、曲紹介お願いします。だ大丈夫めぐちゃん ちょっと待ってちょっと待ってよ。この曲を聞くと元気になる。そうそうこの曲を聞くと元気になるってやつですね。そうですね。どんな時に聞くんですかこれ？あやっぱりドライブしてる時。ですよね。でしょうね。それ以外ないです。それ以外ない寝る前に聞かない寝る前に聞くのは嫌だね。確かにさもうここまでいったらリスナーの皆さんああの曲かななんて分かったかもしれないですけどもめぐちゃんいける？ オッケーですではですね佐々木さんせっかくなんで曲紹介お願いしますはい、えー、T スクエアで、えー、トゥルースイエス 生放送でお届けしております。この番組は、わらびんちゃ応援ラジオ PTA パート楽しくあげえな番組も最終コーナーを曲がったところでございますね。<laughs> メッセージ一つ届いております。紹介しましょう。ラジオネーム、えー、これは まず読みましょうね。えー、宮島さんお疲れ様です。そして上原 PTA 会長、ラジオ出演お疲れ様です。ラジオ聞けてません。でもいつも美頭中を応援しております。えー、今日は友人の遠山さんがステーキハウスをオープンしたためプレオープンに来ています。申し訳ありません。遠山さん、飲食業組合の会長ですね。<laughs> <laughs> 美東中の近所ですので皆様、ために来てくださいね、ステーキハウスオ k ケー、5月26日オープンです <laughs> 完全にこれ、CM じゃないですか、<laughs> これはちょっとね、これは。 よ読んでしまいましたね <laughs> これは高原小学校 PTA 会長白間はじめさんから言ったい <laughs> これはこれは読まないと俺怒られるタイプのやつだったですね <laughs> 白間さんも本当にねいつもありがとうございますお疲れ様でございますえー、今度上原会長次は一緒に食べに行きましょうねと、はいえー、昨日 PTA 総会会長に承認していただきましたとメールをいただいておりますありがとうございます、うん、いいですねさあ 話を戻しまして教頭先生横田教頭先生、はい、どうですかこうやってね、えー、PTA の皆さんと仲良くユンタクできる雰囲気、はい、環境っていうのはもういいですねうん、うん、もう楽しくてうん、うん、苦しくて苦しい <laughs> 楽しすぎちゃって苦しい <laughs> <laughs> 忙しすぎて <laughs> 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 忙しすぎて, <laughs> <laughs> すぎて <laughs> そっかそっかじゃ <laughs> そんな教頭先生横田教頭先生まあ 今年度のですね、まあ、いろいろか目標みたいなもあると思いますけれども、教えてください。学校のですか。学校のでもし、個人的なものでもいい。学校。そうですね、学校はもう、来月、あ、来月ですね、すぐ。中大、あ、地区中大連があるので。そうですね。もう全部の部活が、この県大会出場。もうこれが一番大きな目標ですね。なるほど。そう願っています。で、その次に、まあ、できれば、半分以上が九州大会。うん。 <お> <laughs> またさらに半分以上が全国大会という感じがいいかなと費用に関しては PTA が頑張ると思うので、うん、<laughs> これ大変だね <laughs> 確かに楽しい苦しいだね <laughs> なるほどですね、まあ、という,のがもう願いですねなるほど分かりましたリスナーの皆さん関係者の皆さん部活動ね、えー、頑張ってぜひいい結果を残してほしいと思います高井さんいかがでしょう今年度どんなやりたいこととかうん いつも通り,いつも通りあ、かっこいいねいつも通りアクセル全開っていうことでしょうかい,、ねい,ね、いやいや全開はしない、ね、<laughs> 半クラッチぐらいほどよくクラッチって <laughs> 古い古いやばい大丈夫ですよ伝わったところには伝わったかと思います <laughs> かか、ね、はいそして安倍さんじゃなくて東さん <laughs>、はい 比嘉、はい、<laughs> さんの今シーズンの <laughs> 目標は割いいっすね、意味が分からないので、<laughs> その3割30本、どんな具合のやつなんでしょうか。 え、こう、真面目に。いいです、真面目で。そうです。一応、先ほど、教頭先生も話してたんですが。中大連ですね。自分も一応、部僕も見てますので。何見てるんですか。一応、自分男子テニスの方。野球じゃないの。はい。テニス。野球はちょっと。本物がいます。のであの、どうですか、テニスは、今回のメンバーは。あ、いいと思うので。はい。 行くとこまでちゃんと行けそうですか頑張りたいと思います、どうにか頑張って県大会に、九州に全国に、全国に3割30本、ありがとうございます、そして今日初登場、佐々木さん、今年度、先ほどおっしゃった話もその一つだかと思いますけれども、PTA でやってみたいこと、目標みたいなことがあったら教えてください。 PA でっていうよりも子供の成長が一番のそうですねまずうちの子がハンドボールやってますのでハンドボールでの県大会から九州大会目指して頑張ってもらいたいなとそのサポートができればなと思っていますなるほど以上ですそんなお子さんにエールを一つラジオを通してはるかたくさん食べて体作って えー、九州大会、頑張っていこうお父さん応援するお素晴らしい、なんでしょう、ちょっといい番組ですね、これ、<laughs> 泣きそうになってしまいましたよ、僕は今、リスナーの皆さんもね、言い聞いてる場所で、うんえー、その時々の,その、ねえー、仲間、家族もそういうね、えー、部活、これから中体連、えーうん、ありますからね、熱くなった人も多いでしょう、うん、さて、そして上原さん。はい ウェさん毎回そう思うんですけど本当にいいメンバーですね、うん、皆さんねそうですね、うん、もう本当ありがたいですねうん、うん、私はどっちかというと、うん 暗いタイプなんで明るいメンバーが多くて本当助かってます本当ですよ本当はいいいですもうでも本当ね上原さんはもう PTA 活動ねすごくあの長くされてると思いますけれどもその今新学期まあまだ始まったばっかりでもしラジオを聞いてる方の皆さんでなかなかね PTA の活動あのちょっと躊躇してるというかねあまり積極的に行けないという方のこうちょっとこうお お尻をじゃない背中をこう押すようなね <laughs>、えー、ちょっとメッセージがあったら、ねあのーまあ、PTA 活動をやった方は皆さんおっしゃるんですけど、うん、やっぱり、あのー、まずは何か何かしら自分ができることからまずは一歩踏み出してみて。うんうん うん、中に入ってみると結構楽しいんですよ、うんうん、それでもう病みつきになって、私みたいにやめられなくなる人間も出てくるんで、ぜひあの勇気を出して、まず一歩、踏み出してほしいなというふうに思います、ねうんうん、そうですよね、はいはい、えー、今うおっしゃったあの、佐々木さんもおっしゃったようにその、得することもありますからね、参加してね。い その得というのはもういろんな得がありますけれどもうん、うん、これってやっぱりつながりができますからねそうですね、うん、一番はやっぱり人間関係ですね人間関係の広がりこれが一番ですねこれっていうのはそのみんな結構こう責任とかさ PTA って言うとこうとんだろう,うん、うん、こう少し、えーなうんそうね 入りづらいといとうかね、うん、敷居が高いというかそんな真面目なところじゃないんですよ皆さん誤解をあの恐れずに言いますけれども <laughs> 楽しいところですからね。 まあ,ある人に言わせれば、うん、あの大人の部活っていうのは感覚でやってもらえればいいかなというふうに思うんですよえ最近結構中央の方では PTA はいるのかいらないのかみたいな論議もありますけれども、うん、僕は別にそのいるいらない以前に普通のなんか地域の,あのつながりを持つっていうだけのことで、うん、無理強いはもちろんないですけれどもで,、ね、でもそっちの方がより僕はまあ平和な世の中になるんじゃなかろうかと。うん 思うだけですよね,そうですねこの間で実はですね、うん、NHK で「TED」っていう番組あるのもすハーバード大学で70何年間にわたって意識調査もある人の幼少の頃からお年寄りになるまで、はい、ずっとこれ幸福度の意識調査をずっとやっていて、うん、それによると富とか名声よりもうん、うん 人間関係、うん、人とのつながりが、うん、あのできてる人の方が幸福度大きいって言ってましたね、うん、それを聞いたときに、うん、PTA はもうまさにその通りだなと思って。 はい、だから幸せになりたいんだったら PTA 活動やった方がいいいんじゃないかなかと思うが、ねね、<laughs> 友達増やす感覚でいいと思いますのでね今、ラジオ聞聴いている方でね、まあ、お仕事も皆さん忙しいでしょうしなかなか、ねえー、人見知りの方も多いかと思いますけれども、うん、その幸福,度幸福度が高くなるっていうのはね、うん、あの人と話すことだけで全然上がるっていうのはねみんなきっと分かってるんですよ <laughs> 分かってるけど、ね、シャイさね結構ねはね僕もシャイなんですよ。<laughs> 嘘ですそんなこんなでわらびんちゃん応援ラジオ PTA パート楽しくあいえなこの番組は沖縄市 PTA 連合会の提供でお送りしましたけれども今日皆さん本当にありがとうございましたありがとうございます。はい。特に何かないですかエール送りたい人いますかないですかもう大丈夫ですね喋りたいんじゃない大丈夫ですか高橋さんも大丈夫中中退例関係大丈夫 <laughs> はいじゃあぜひ部活で結果を出した、はい、あ種目のですね関係者の皆さんあこれから何かあの、うん、売るものを考えないといけないと思いますけれども <laughs> <laughs> 準備をしていただきたいと思います。<laughs> よろししくお願いします <laughs> し今日のお別れナンバーは、えー、上原さんからのリクエスト「梅雨シーズン」ですので雨に歌えばジーン・ケリーの「シンギン i n in t を聴きながらお別れしたいと思います。はい アメール来てる、あお、ギリギリで紹介しよう。ラジオネーム。ええー、美登中ジョバス父母会長さんからいただきました。ああ美登中学校教頭先生、比嘉先生、上原ピーテイク会長、副会長、役員の皆様、お疲れ様です。<laughs> ユーストリームで見ております。手を振ってください。生徒たちに負けず、笑顔が素敵です。<laughs> いつもありがとうございますと。と美登中ジョバス父母会長さんからいただきました。比嘉さん、ありがとうございます。<laughs> はい、それでは、また来週も聞いていただきたいと思います。めぐ、はい、ちゃん、来週は。 どこだっけどこどこの小学校か中学校が来ると思いますのでぜひ来週も聴いてくださいでは皆さんでさよならしたいと思いますせーのさよなら,よならまた来週バイバーイ。バイバーイ